ウトの発表の時の9月からすると、はい、この5ヶ月間で本当に川島選手前蹴りが入った、顔面に入った、ここでダウンです。ミックスですが今日は腹地を出してしまうですね。右当たりました。安本さんもこのパンちゃんには今までも試合は見てきたと思いますし、同じ工業でリングに上がったこともあると思うんですが、はい、今日はどんなところに注目してますか？そうですね、倒したいって言ってたんで、KO が見れるかと期待してます。一発目気をつけるよ。まだお互い慎重です。3分3ラウンド、延長1ラウンド。左のハイキックから左右のパンチを見舞ったパンちゃんです。ここはここぞとばかりにミレーが接近してきましたが、高田さん、前回の対戦の時はパンちゃんが結構前蹴りで距離を保つみたいな戦い方を ね、 そうですね、してたんですけど、ね、やっぱり全然違いますね。そうですね、パンチを自信持って出してる感じがすごくしますね、はい、実際力強く打ってますし、両選手ともにこう前の試合からの変化として、フィジカル強化ということを挙げてるんですけども、はい、ミレー選手も嫌いだったラントレをかなりやったと、うん、いうことを言ってるんですけど、まあちょっとパンちゃん選手の攻めが目立ちますね、ここ。そうですね、お、今度はミレーが出る。ここは膝を出すパンちゃんです。その後だよ、その後抜けよ。こちらミレーです、35歳。パンちゃんの右のハイキック、またハイキック、下まで下まで、
残りは40秒。強烈な右のカウンター、あーっと止めました。やりました、ファンちゃんやった。いやー安本さん、正直びっくりしました。すごい綺麗に入りました。右ストレートファンちゃん、これは効いた。ダウン